はい、皆さんこんにちは、ルミオです。どうぞよろしくお願いします。はい、しっかり聞こえておりますでしょうか。はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お野村さんこんばんは、よろしくお願いします。はい、声は聞こえてます？大丈夫ですか？さてさてさて、今日はちょっとね、面白い話をちょっとしたいと思いますね。前回は、あ、早川さんこんばんは、よろしくお願いします。前回は何の話でしたっけ？前回はあれですね、聖書から見る世界のあれね、週末の話でしたね。はい、高橋さんこんばんは、よろしくお願いします。はい、はい、細沼さんこんばんは、よろしくお願いします。はい、お、笠井さんこんばんは、よろしくお願いします。あ、笠井さんシェアありがとうございました。はい、竹吉さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さてさて、今日はですね、結構まあ皆さんも関わりのあるねお話かもしれないし、ちょっとね、あの、そのスピリチュアル大丈夫というテーマでやらせていただくんですけれども、あの、結構今世の中ね、日本、特に日本は、まあ、まあもちろんアメリカも海外もそうなんですけれども、結構まあスピ系っていうのも流行っていて、ね、あ、クリアさんこんばんは、よろしくお願いします。で、まあ、その、スピ系をですね、あ、金田さんこんばんは、よろしくお願いします。スピ系を私はね、あの、否定しているわけではなくて、そんなもんないよと言ってるわけじゃないんですよね。で、私はあのメンタリストをしてて、心理術、心理学というのも専門にしておりますので、結構ですね、その、あの、どういうふうにしたらその心霊的な現象とか、そういった、あの、何て言うんですか、現象的なものを起こせるのか、それと不可思議な現象ね。あ、浜口さんこんばんは、よろしくお願いします。はい、宿見さんこんばんは、よろしくお願いします。どういった感じですれば、そういろんな現象を引き起こせるのかっていうのは、まあ、あの、よくわかるんですよ。あの、再現もできますし、いわゆるね、メンタリストをしてるとね、この世の中にある超能力とか霊能力というのはほぼ 100% 再現できます。で、私が超能力者とか霊能力者って言ってるわけではなくてね、かなり、あの、再現はできますね、普通に。まあ、スプーン曲げも多分お分かりだと思うし、その霊を呼び込むとかもいろんなこともできると思います。はい、際どい話しますね。はい、ケンジさんこんばんは、よろしくお願いします。はい、ロミオさん、この間の南の帝王の詐欺師あの映画のね、ルイさん、ね、あれだいぶ前のやつですよね、あれね。はい、今日はですね、日本にはびこっているスピリチュアルについてね、お話をしたいんですけれども、多分ね、スピリチュアルについていろいろその、まあ、手を出してらっしゃるとか参加してらっしゃる方はもちろんこれをお聞きになってると思うし、それについては別に僕は否定してるわけではなくて、ね、はい、長島さんこんばんは、よろしくお願いします。否定してるわけではなくて、実際にあるんですよ。スピ系で例えばヒーリングで物を治ったりとか、例えば願いが叶ったりとか、恋人ができたりとか、お金持ちになったりとか、大成功したりとか、本当にあるんですよ、普通にあるんです。ちゃんとこういうスピ系っていうのは、スピリチュアルっていうのは力があってですね、力はあるんですけれども、あ、須山さんこんばんは、よろしくお願いします。力はあるんですけれども、力はあって、で、なんで私がそれを確実に言えるかというと、霊的な世界とね、ご存知のように私はエクソシズムをするので、いわゆる悪霊払いとか悪魔払いをする人間なんですね。メンタリストとか心理学の人間でありながら僕はやるんですね。で、あの、多くの人が、あの、知ってると思います。今、ね、お聞きになってる方でもね。あ、月野さんこんばんは、よろしくお願いします。で、実際に手掛けて、やっぱりね、あの、悪魔悪霊っていうのは、話しかけてくるし、いろんなことを言ってくるし、にたにた笑いながらとか、結構僕に怒られることもあるんですよ、悪霊って。で、結構あの、ごちゃごちゃ言って、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえかとかで、バシバシバシって電気をね、バシバシバシってこうやったりしてね、驚かすんですけれども、全然怖くないんで、基本的には。なので、あの、結構やつらにとっては、目の上の単語部みたいな感じだと思うんですけど、僕はねあの、ただね、その、そういったスピ系に頼る人間がいるんですけど、そのスピ系っていうのは、マリアさんこんばんは、よろしくお願いします。
スピケをよく理解していなくて、実践する人っていうのは本当にたくさんいて、例えば宇宙エネルギーとか何でも、ま、何でもいいですよ。宇宙エネルギーだろうが守護霊だろうが何だろうが、そういうのお話ありますよね結構。それってじゃあその正体って分かってますっていう感じなんですね僕からしたら。で僕だって昔は騙されてた方なんですよね。そういうスピ系とか結構僕魔術とか結構大好きで、本をね、読まれたことあるからであれば多分お分かりだと思うんですけど、一番最初に書いた本は、結構魔術が好きだってね、だからバフォメットってあのヤギみたいなやつあるじゃないですか。こんなヤギみたいな顔してこうなってるやつ、なんかこうかな、こうなってるやつをね、昔魔術に凝ってたので、あれをね額に入れてね、その何自分の部屋に置いたことあるんですよ、こう飾ってそれぐらいだから、いわゆる今で言うと悪魔崇拝ですよねはい、恵美子さんこんばんは、よろしくお願いします。あの悪魔崇拝、知らずに悪魔崇拝みたいなことやってたみたいなね感じがあったりとか、あとまあ真言宗ですよね。日本の真言宗を信じて、要するにあの これですよ、これご存知の方はご存知だと思うんですけど、これ何という方が多分いらっしゃるんで、これいわゆるこれ分かりますか、不動明王なんですよ。僕はねもともと真言宗、まあクリスチャンだったんですけど、それも別になんちゃってクリスチャンだって、でそれで真言宗を信じてね、ずっとねこの不動明王を信じたんですよ。だからノーマークサーマンダーバーザルダーセンダーモーヌマーカルシャーダースバラダーオーナーマンというやつでね、この不動明王をずっと信仰してバーって、要するにごまだきをやってね、結構その霊的な現象とかっていうのもねあったりして、ずっと信仰してたんですけれども、まあ、ある日そのクリスチャンっていう、まあ、聖書に触れることになって、聖書に書かれてある神が本物だっていうことで気づいて、それからイエス・キリストを信仰して洗礼を受けてっていう感じで、聖書の世界に、聖書というか聖書に書かれてある神を信じるようになって、でそれからエクソシズムというのをするようになってね、ある現象が起きてっていう、まあ知ってる方は知ってるかと思うんですけど、そういう流れがあって、で今は本当に、ああ聖書に書かれてあること本物だなっていうのはよーくわかるんですよ。で今日本にはびこってるスピリチュアルとかスピ系っていうのは本当にやばいなっていうのがどうもよくわかるんですよ。こうやって本当によくわかるので、まあ僕の今日お話しする内容を皆さんが信じるか信じないかも別に僕にとっては関係ありません。これも前回も同じなんですけど、もうこういうのはね皆さんの宗教観とか、そういう霊的な世界なんで、皆さんが信じようか信じないか僕にとっては全く関係なくて、なので皆さんが、僕が言った言葉に対して、今日ね僕が言ったことに対して決して気を悪くしないでください。悪くしないでいただきたいんですが、まあ、僕がこれが今の現実かというのをお話をしますので、それを皆さんがどうジャッジするのかというのをね、自由にしていただいたらいいかなと思いますね。ではまずですね、まあ、いろいろスピリチュアルを、まあ、入ってらっしゃるとか、スピリチュアルの世界に入っていろんなことをされている方がいると思うんですけれども、基本ね長い目で見た時にね、皆さんね長い目で見た時に僕いつも思うんですよ、いつも思うんですけれども、スピリチュアル思想を実践してですね、本当に人生の深い喜び、表の喜びじゃないですよ、この深い喜びを体験してる人っていうのは僕ね皆無じゃないかと思えるんですよ。ほとんどいないんじゃないかと。例えば僕は、10年前か、ちょうど10年前ですかね、10年11年前にあることでその東京からねその香港に逃げて、逃げるきっかけがあって、で逃げた時のそのきっかけとなった、のがあるんですけれども、その一つにね、スピ系の人間に何やらこうなんかにらまれてるっていうか、なんかこうごちゃごちゃと文句言われるようになり始めてというのがあって、それはかなり鬱陶しかったんですね。でそのなんかこのスピ系のやつらって、この愛だの、愛するだの、人を愛しないといけないだのね、愛を持って接しましょうとか、世の中愛だよねと言いながら、お前らやってること全然愛でも何でもないぞっていうのがあって、それからなんか僕はねスピリチュアルの人間に対してね、
すごくね、なんかこう憎しみじゃないんですけど、なんかえって思うようになったんですよね。なんかこいつら言ってることは立派なんだけどね、立派なんだけどなんか違うなっていうのがすごくあって、だからそれからね、なんかスピ系のをガンガン信仰する人っていうのね、あんまり信用しなくなったんですよ。だからその前は別に、ああなんかいい人なんだな、あこういう精神世界をねちゃんと大事にされてる方だったら、こう人を愛することもね、あ田中さんこんばんは、よろしくお願いしますね、人を愛することもいろんなこともあると思うんですよ。だからいろん、まあ、もちろんスピリチュアルに関わってる人もいる、センスもいっぱいいて、いい人ももちろんいるんですけど、まあ、僕も関わってで今まで経験の中で全員とは言いません、でも8割9割もう正直言って人間です。なんか普通にただの人間、愛だおああだこうだとか何言ってんのお前らって、やってること全然違うでしょって。笠井さんめちゃくちゃ共感します、何もわからなくて。そうそうそうですよ ね、そうそうそう、松本さんこんばんは、よろしくお願いします。はい、いうそのね、だからね、あの本当にね、そのスピ思想を実践して本当に人生に深い喜びね、皆さん深い喜びですよ、表じゃなくて深い喜び、心の中でこうなんあるじゃないですか、皆さん魂がこうなんか渇望してるっていうかね、渇望してるもの、だから人間性に根ざしたこの深い喜びっていうのは、その なんていうんですかね、あのスピ系っていわゆるね自己中心の生き方の延長線上なんですよ、自己中心なんですよ。基本的に例えば波動の話ありますよね、波動を上げましょうで、ね、むちゃくちゃ英語の、ね、分かる気がする、そう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 、波動が、ね、例えばね波動を高めましょうとか言うじゃないですか、波動を高めていって波動の低い人とお付き合いするのやめましょうというのって、これっていわゆるその例えば僕が信じるそのキリストっていうのって、まあ、僕が信じる聖書の中に書かれてあること真反対なんですよ、真反対。なんでかというと真反対という、あのだって隣人を愛せよ、ね、罪深い人を愛せよっていうんですよ、聖書に書かれてあるのは。 でもスピ系では波動の低い人とは付き合うな、波動の高い人と付き合いなさいね、というのをこれをするわけで、いわゆる、ね、聖書に書かれてあるあのファリサイ人っていうのがあって、ね、ファリサイ人っていうのは要するにあのイエス・キリストを殺したようなあの人たちなんですけれども、その人たちと同じことを言ってるんですよ、ね、その波動を、まあ、もちろんその波動を高める、自分を高めることはすごくいいことです、ね、すごくいいことなんだけれど、その波動を高めて波動の低い人とは付き合うなってなると、ここって差別になるんですよね。だからその人間的差別なの霊的差別のどうでもいいんですけど、そこはもう差別しちゃうことになるので、そこでちょっと愛でも何でもないよねっていう話になっちゃうじゃないですか、そこで。だからね、そのねスピ思想をやっていてね、スピリチュアル思想をやっていて、その多分ね心の底の心の渇きが収まらない人がたくさんいるんですよ、たくさんいる、もう腐るほど僕見てます、ね、で魂の平安が得られない、生きる充実が取り戻せない、ね、そうだからね、そういった感覚をもしスピ思想を持ってやってるのであれば、それはある意味ですよ、ある意味正しい良心や感覚を持ってるっていうことなんです、これって。でね、まあ、ちょっと話の中でこうスピリチュアルの話になると、まあ、結構多いっていうのがいわゆる、引き寄せ、すごく有名になりましたよね、あの引き寄せっていうのって、ね、これね引き寄せの法則、皆さんも、もしかしたら本を読んで、ね、ちゃんと勉強しようとしてやったと思うんですけれどもね、この引き寄せの法則ってこれ皆さん何だと思います？この正体って、実はこの、 あの引き寄せの法則の正体ってね、あの僕あれこれってで僕中学の時にね、なんかすごく興味を持ってたものに対してすごくこれリンクして似てるんですよねと思って、何だと思います？だからちょっと答えてみてくださいね。はい、ライブ見れないな、
はい、考えてみてください皆さん。引き寄せの法則の何なんだろうかということですね。はい、久しぶりの熱い口調。ああそうですか聞いてます、ありがとうございます。超ひも理論、知識と、あ、なるほど、いろいろありますね。はい、匂いと引き寄せの違い、なるほど。はい、そう、あのね、引き寄せの法則ってあの悪いわけではないんですけど、ズバリ言います、引き寄せの法則っていうのはいわゆる皆さんがうさんくさいなと言っている魔術です。いわゆる魔術、魔術ではなくてマギックね、マギック、本当の魔術のことをマギックって言うんですよ。この手品のことをマジックって言うんですけど、あの本当のね、あの魔術のことをマギックって言うんですね。魔術なんですよ。だからね、そのね、引き寄せの法則っていうのはいわゆる魔術であることっていうことを意識しておいてください。魔術です、魔術で。魔術っていうのは何かというと、いわゆる共鳴の法則を利用してるんですね。共鳴の法則で、あの自分自身のにあるその特定の状態を作り上げることで、それを下界に反映しようとするっていうのが共鳴の法則なんですよ。共鳴、充電があるのに視聴しようとすると電源が何度も押してしまいます、マリアさん見せようとしてないですね多分ねだからねそうだからね、呪術なんです、呪術ね、呪術っていうのはある人に、特定の人に対して呪いを無意識に発し続けていることで、その何ですか、呪いをその人に反映しようとするわけですよね。でいわゆるシャーマニズムの世界では普通に行われていることです。で引き寄せの場合もある欲しいものに注意を集中することで、それを自分の手元に引き寄せようということですね。はい、サイババ超一流サイババの手から砂出すやつがいくらでもできますよ僕すぐできますよあれ。でだから全く同じ原理なんですよ、引き寄せの法則って。だから共鳴の法則というもの自体は自然法則としてあるので、あのこれは普通なんですよ、これ普通で、そうした法則が悪いわけではないということなんですね。もちろんないんですこれは。で共鳴の法則がないと、その私たちの在り方というのも成り立たなくなってしまうので、まあ、いわゆるこれはその神が創造された非造世界の秩序とかプログラムの一つだと言えるんですね。で問題なのはですよ、問題なのはこの法則自体ではないです。この法則自体ではなくて、魔術というのは基本的に私利私欲のためにされるっていうところです。ここに問題があるんですよ。あの魔術っていうのはこういった法則を利用してですね、神が人を愛するために設定されたものを自分の欲望とか他の人、他者の欲望のためにねじ曲げてしまう、まあ、いわゆる何て言うんですか、営利っていうか営利、まあ、行動ですね、アクションなんですね。だから法、そのね、何て言うんですか、引き寄せの法則っていうのも基本的には私利私欲の可能な限り実現するためのものであって、あの何て言うんですか、基本的に魔術そのものなんですよ。で魔術という言葉を使わないために誰もそれに気づかない事態になっているっていうことなんですよね。だからね、あの古代からそのキリスト教とかで魔術って意味嫌ってるんですよね。魔術を異端視してるんですよ。でここに大きな理由があるんですよね。あのなぜその魔術っていうのはダメかというと、魔術っていうのは神様を抜きにして、神様を抜きにして私利私欲、自分の私利私欲ですねを実現するためのものですね。自分のその実現するためのものであって、これに染まるほど人間本来の王道である愛から離脱して欲望のうちに埋もれてしまう。だからこれ基本的にはまあ聖書、まあ、聖書を信じない方は別にいいんですけれども、聖書にが教えていることとは根本的に矛盾しているんです、ね、矛盾してます。だからこの、神のその神様との神の法則とは真反対のことをしているんですね。だからね、魔術っていうのは例えばこれを使って大成功を収める人もたくさんいらっしゃると思います、ね、でも神様の前に、神の前においてですね、
永遠の命、つまりその永遠の命ね、私たちの魂、永遠の命っていうのは、この永遠の命との関係では私利私欲の延長ですから、その滅びに滅んでしまうということです。つまり地獄に行っちゃうということなんです、これって。だから現世でいくらこう引き寄せたとしても、例えば引き寄せの法則をうまく利用してお金持ちになったりとか、ベストパートナー結婚することになったとしても、このスピリチュアルというのは魔術の伝統と全く一緒ですから、ここをはっきりと自覚する必要があります、ね、はっきりと自覚してください。だからその引き寄せの法則で、まあ、先ほどちょっとコメントがあった引き寄せ、いろんなものを引き寄せましたなんですが、まあそれは別にいいとして、ただその引き寄せたことのその何ですか、その正体を知っていただきたいんですよ、ここをね。それでもいいのであればどうぞなんですよ、基本的には。まあ例えばナポレオンヒルってあるじゃないですか、思考を現実化すると、僕も本いっぱいあるんですけど、この本をですね、例えば皆さんの信仰書とか哲学書、人生論として読むのであれば、それはね結構ね論外なんです。ただまあビジネス書として読むとまあいいですよね。ビジネス書で読むと、まあ、勉強になると思います、ここは。でそのね、問題なのはね、この特定の本ではなくて、スピリチュアル関連の書物がこういった引き寄せと同じその主張を繰り返している点があるんですよ。例えばそのスピケっていうのは、手を変え品を変えてね、イメージ、波動、気分、思考、感情が現実化するというのをずっと言ってるわけです、もういろんなところで、ね、もちろんですね、私たちのその内面的な状態がその外の外面世界に反映するっていうのはもちろん当たってます。これ完全に間違いというわけではないんですよ。これ心理学もそうだし、今科学的にも証明されているので、これ間違いではない、間違いではないんです、ね、で問題となるのはですよ、問題となるのはポジティブなイメージ、波動、気分、思考、感情を持ち続けることで現実が好転するという時に、何て言うんですか、自己完結の、独我論、だから自分だけの世界になっているっていうのが問題なんですね、問題なんです。はい、須山さん、量子論を利用しているみたいですよね。はい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 、そういうで科学的な説明では量子論になってますもんね。はい、そうで、それはいいんですよ、その量子論でも科学的でも、もちろんその法則は別にね全然間違ってはないんです。問題となるのはそのポジティブなイメージ、波動、気分を持ってこの感情を持ち続けることで現実が好転するときに、それが自分だけの世界になっているっていうところが問題、ね、例えば何ですかね、ポジティブなイメージ、波動、気分、思考、感情になるためにはポジティブな対象、ね、ポジティブな対象が必要なわけじゃないですか、これって。でつまり楽しみな仕事とか、人間関係とか趣味とか、余暇とか、こういった対象に対して楽しい思いがついてくるわけですね。楽しい思いがついてくる。で逆に恐ろしい仕事、人間関係とかというのは、その対象にはですね、恐ろしい思いがついてくるわけですね。でこのね、スピー系っていうのは対象を理論の中から全く消去してですよ、自分の内面的な思いを優先するんです、ね、これ本末転倒なんですよ、これって。だから対象を持たないところで思いとか感情を論じるっていうことが、どれほど現実的な その妥当性がそのあるのかということなんですよ。そうですよね。だから思考のね、その現実化するこの弱点っていうのは、その内面主義なんですよ。内面主義、いわゆる独我論とか感情第一主義となってしまって、その対象を喪失してるんですよ。全部自分なんですよ。対象を失ってしまうと、実は思いっていうのも不安定になってしまうんですよ、思いというのは。だからスピの哲学、そのスピリチュアルの哲学っていうのは対象ではなくて思いにばかり意識を向けることを推奨しているから、かえって実は自分の内面とか意識ばかりに寄与させる意味で、ね、
精神的不安定の中に人を導くことが非常に多いです。だから、ね、私あのメンタリメンタリあのエクソシズムをねする方、そのクライアントとかお金を取ってないんで、クライアントというのはないですけど、まあ、依頼者の方に対してもやっぱりね、あの結構7割ぐらいの方がこういった引き寄せの法則を、今まで、何勉強してきたっていうのが、そういう人は結構いらっしゃいますね。こういう人は、はい、須山さん、あのコメントはね、あのちょっと全部いやちょっと見れないんですけど、もしあの抜けちゃったらごめんなさいね。はい、魔法のランプは魔人が出てきますものね。そう、魔人なんですよね。自分と周囲の、はい、自分と周囲の人たちしか幸せにしたい考えみたい。そうそうそう、そういうこと、そういうこと、はい、そういうこと、そういうことです。もう周囲、まあ周囲、そうですね、はい。だからね、あのでね、スピリチュアルのね本質っていうのを皆さんちょっと知っていただきたいんですよ。で、あのスピリチュアルをその信じていらっしゃる方も、あのもちろん悪いことではないんですが、ここですごい要注意っていうことをちょっと見ていただきたくて、じゃあその本質は何なのかっていうのを見ていただきたいです。本質っていうのをちょっと知っていただきたい。スピリチュアルの本質は何かね、これって本質はね簡単なんですよ。スピリチュアルの本質は皆さんヒンズー教か仏教なんです。これ皆さん知らないでしょこれ、ね、ヒンズー教か仏教なんですよ。どのスピリチュアルもそうです。どのスピリチュアル、今日本にある全てのスピリチュアルについて、どれも、ね、ヒンズー教か仏教なんです。どちらかに分類します。どちらかに分類します。でヒンズー、だからヒンズー系スピか仏教系スピかどっちかになってる。だからキリスト教スピっていうのはないんですよ。ただキリスト教もどきのスピは存在しますね。だからキリスト教用語で書かれているスピっていうのも、内容的には完全に、信者になり上がるなということで、そう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 、はい、あの内容的にはね完全にヒンズー系か仏教系なんですこれキリスト教的用語に書かれているあるのに、なんかこれを神学用語で言うと、古代キリスト教会がそのね、脅かした異端であるそのグノーシス主義というのがあるんですけど、このグノーシス主義のその焼きもやしみたいなもんなんですよね。だからね、キリスト教系スピにおいてね、それは聖霊とかキリストっていう名前が出てきても、その内容は聖書の神とは完全に違うということに気づかないといけないということです。はい、政治もしかり、そう、まさにそういうことですね。はい、だからね、あの西洋人のそのスピの著者っていうのは聖書をよく引用するんですよ、結構、マーフィーの法則もそうですね、そういう系もそうですね。で非常に聖書の引用を好んでます。で必ず私の主張は聖書と一致します、でもしくはその主張というのは本来聖書はキリスト教の精神そのものですよという類のことを話しするんです。でもその聖書の引用というのは非常に不適当、本当にもうむちゃくちゃです、これは。でだからその場の思いつきとかコンテキストの完全な無視に基づいています。だから自分の思想で聖書をこうねじ曲げているんですよね、意味と言葉は。だから聖書であの悪魔がそのイエス・キリストを攻撃するために使っている聖書の引用に非常に近いものをしてるんですよ。非常に近いものをあのやってます。あの例えば、結構 身の回りで結構多いのは、あれ何でしたっけ、エホバ、うん、エホバの証人というのも結構あのキリスト教的に言うとこれもう完全に異端で、異端で、しかもねその聖書をね完全に書き換えてるんですよすごいでしょ。エホバの聖書って普通の聖書と読むと全然違うんですよ。でちゃんとね後ろにねエホバが出版してるって書いてある聖書はね、むちゃくちゃなんですよ。だから悪魔のやり方と一緒なんですよね。
だからね、ごく単純な話なんですけど、ヒンズー教とか仏教が自分の教えを説明するために聖書を持ち出したら皆さんどう思います？ね、ヒンズー教か仏教が、だからまあ仏教だったら分かりやすいですね。仏教が自分の教えをね説明するために聖書を持ち出すんですよ。ね、いや、そうなると大体皆さんこう言うじゃないですか。いや、ヒンズー教と仏教と聖書の神とは違うんだっていうのに突っ込むじゃないですか皆さん。でもスピ系はスピリチュアルでは、ね、スピリチュアル業界ではこのことがまかり通ってるんですよ。しかも誰もその不合理とか不適切、その不適切さに気づいていない、ね、だから基本的に何でも信じるこの素人がスピの顧客だからなんです、これ簡単に言うと、ね、だから内容的にはヒンズー的仏教的な超越者を語りながら聖書を引用しているというめちゃくちゃな間違いを犯しているにもかかわらず、ね、誰もそれを批判しない、ね、だからそのね、あのもうとにかくむちゃくちゃです。要するにね、むちゃくちゃで、あの基本的にね、そのスピーが語っているのは自分が神になるようになるということなんですよ。自分最終的には自分は神のようになりなさいなんですよ。これヒンズー教流れの、例えばチャクラを整えるっていうやつあるじゃないですか。あれは最終的には、神に昇る、神になるというやつなんですね。でこれも完全にあのいわゆる背後の全部悪魔なんです。だからあのチャクラとかこの何ヨガもそうなんだけれども、あのヨガって皆さんヨガのポーズをこうして体に健康いいとか言うじゃないですか。ヨガっていうのはこのポーズ一つ一つっていうのはね、全部ねか、その異教の神様の一人一人の神様に対するポーズなんです。あれって運動エクササイズじゃないんです。だから皆さん知らないうちにやって、それね、あの神様を拝んでるのと一緒なんです。だから異端の神様を拝んでるのと全く一緒なんですよ。だから、いや私は神を信じないんですよ、私は無宗教なんですよ、神なんかいるわけないんですよと言いながらヨガをしてる人たち、私は神信じないんですよって言って異教の神をね毎日ように拝んでるのに、いろんなポーズして、これね、だから皆さん知らないんですよ。知らないとやってるんですよ。そこにね、スピ系の恐ろしいところがあるんですよね。だからね、人間がね、その最終的にそのヒンズー教もそうなんだけど、人間が神のようになるとか、ね、その仏教もそうでしょ。仏教も悟りを開いて仏のようになる、生きたまま仏の生き仏になると仏になるんですよ。仏になるんですよ、まあ、神様みたいになるっていうことですよ、生きながら。だから人間が神になるように、その何ですか、だから要するにスピが語っている神っていうのは人間とか自然を超越しているものではなくて、これと同等のものであるとされるわけですね。だから人間は本来神なんですよ、それを忘れているだけですよっていうふうに言ってるわけなんですよ、ね、だから人間が神であるというのであれば、神が戦争を起こして、ね、神が世界中で目を追いたくなるような犯罪を犯して、神が人をレイプして、ね、神が人を殺めて殺して、神が人を監禁して、で神自身が自ら作ったこの地球を汚染して破壊しているということになります、ね、でも実際そのね、人間、じゃあ人間はね、自分は神であることを忘れているからそんなひどいことをするんだというふうに言う人もいるんですよ。でもあの実際に人間は誰もがね、自分こそが神のようなものだというふうに考える傾向があるから、そんなひどいことになるっていうことなんですよ、ね、竹内さん、なんだか騙されてる感がありますね。、はい、皆さん結構騙されてます、スピ系に、はい、本当に間違いないですよこれは、はいね、だからね、自分は神だって、だからスピ系同士がね、なんで愛がないかっていうのは、僕はね最初に言った、ね、いや愛のある人もいますよもちろん、でも僕は少なくとも僕が会ってきたね、大多数のスピ系の人は自分最終的には自分神すごく傲慢になっていくんですよ。で自分は神だって考えるようになるんですよ。だから自分は神だとは言わないんだけれども、自分は神のようになるっていうのは下々よみたいな感じになるわけなんですけど、自分は神だっていうふうに考える者同士がね、同じテーブルで議論したら、その主張がね食い違ったらどうなります？ね、自分は神で絶対だって思ってるわけじゃないですか、ね、だから相手を排除するまで戦わざるを得ないわけですよ、
いやだから自分はそのスピーキーがよくね、自分は神であることを思い出せというのは本当にもう古代妄想かね、もう本当にね人間をねこの何ですかこう剥離させてくるし社会的不適応にね落とし込むファンタジーそのものなんですよね。はい、だからね、じゃあこれ最終的にスピの本質、もう一つの本質は何かというと、これねスピの本質はねビジネスですね、ビジネスです。ビジネスであるということは利益を最大化を図るということなんですよ。ところがですよ、スピの教えっていうのは何らかの宗教から借りてきたものなんです、すべてね、これすべてそうなんですよ、すべてそう。自分を神と拝める、分かんない、そうそう、自分を神、そうそう、自分をね神のように作り上げるっていうね、はい、ね、それね、あのスピリチュアル、そのスピケーティング全部既存の宗教から盗んでます、すべて。でヒンズー教、ヒンズー教、仏教、キリスト教全部盗んでくるっていうことはね、基本的にじゃあ宗教は何なのか、宗教は基本的に非営利ですよ、非営利、営利をしない非営利ね、だから人間の魂とか、福祉とかその幸福っていうのを追求しますよね、非営利です。だから私がエクソシズムをしても、皆さん大体エクソシズムの話をしてね、何か紹介をしていただいて、ちょっとね体調が悪いから紹介していただいても、僕にねいつ、まあ、大体皆さん言います、あのおいくらかかるんですかねって言うんですけど、僕はこれはあの神様の力だから一切お金もらわないです。自分が交通費をかけてどこに行こうと、主張してどこに行こうと、僕は一切お金もらわない、非営利だからですね。だから宗教というのは基本的に非営利です。ということはスピリチュアルというのは、スピ系というのは非営利の宗教的内容を使って利益の最大化を目指すビジネスを行うという大きなジレンマのうちにあるということなんですね。だから宗教が非営利というのは、宗教的教えというのは基本的にお金に換算することができないわけです、ね、例えばイエス・キリスト、私が信じる方のイエス・キリストの福音、福音ね、聖書に書かれてある福音というのはとてつもない価値があります。で人間を新たにして、新たにね、生まれ変わらして新たな歴史と文明を創造するということですから、お金に換算することができないわけです、ね、だから例えば皆さんご存知のように、ね、教会の牧師というのはいわゆる給与、給料というのは教会用語でいうと謝儀、謝礼の謝礼の謝と、儀式の儀ですね、謝儀というふうに言われているんですね。で福音を伝えるという労働に対する対価ではなくて、奉仕への感謝と生活への配慮という意味でお金を、あ、じゃあ、あの献金をお願いしますということなんですよ。だから福音自体にお金をかん、その換算することはもうまずできないということなんですね。でもそれ 仏教もそうですよね、仏教もそう、はい、ルミエさんの講座は利益を求めたバックエンドがないのでいつもびっくりしますそうでしょ、はい、あのね、あのこう変な話なんですけど、そのね、僕はね神様にいつもね、あのね神様は本当の神様分かるとね、神様だって必ずね、必ず何か困ったことがあっても必ずギリギリのところで助けてくれるんですよ。なんか誰かが助けてくれたりとか、お金がどうしても必要だとポンとなんか入ってきたりとかっていうのがあるので、なんかねお金を求めなくても本当ね、もう神本当唯一の神様にお任せしてる状態なんです。でもちゃんと生活は向上していくし、お仕事もあるし、 お仕事もいただけるようになるし、人との関係もすごくいいんですよね、その人との関係が。でなんかもうちょっとこう魑魅魍魎な人っているじゃないですか、お金によってかかってる人って、そういう人たちもねどんどんね何かもヘマをやらかして どっか行っちゃうんですよ、ね、この前もね、あの捕まってましたよ、ニュースに出てました、ちょっと詐欺で捕まって、ね、あのちょっと接触何回かあった人が、ね、ついこの前あのニュースに出てましたね、普通にね、という本当にもうどんどんいい人たちしか残らないっていうかね、
あるんですよね。はい、ちょっと話されましたけれども、ね、ただそのスピっていうのは、スピ系っていうのは本来換算不可能なこの宗教的な教え、宗教的な教えをお金に換算しようとするわけじゃないですか。高額セミナー、高額カウンセリングを行っているわけですね。でそこで 100% 起こるのは宗教的教えを利益の最大化のために湾曲するということなんですよ。本来お金にね換算できない宗教というのをお金に換算していこうとするためにね、何をするか、これ顧客の都合の合わない部分、都合の合わない部分、顧客の人気がない部分は全部削除、削除です、削除です、全部削除ね。だからこれを繰り返せば、その後に何が残るか、それはどこまでも宗教性に薄められた人の心のね、上かわきを全く満たすことができない教えを手を変えて品を変えて売り続けるしかないということですね。売り続けるしかないということです。ビジネスはキリスト教に似ているやり方だと何が書かれてました。宣教師がキリスト教を広めるのに似て、商品を人のためになればいいです。ああ、なるほどなるほどなるほど。まあ、それはね、カトリックですね。カトリックカトリックですね。はい、プロテスタントはあんまりそれないですね、基本的にね。うん、まあ昔からのねあれがありますから。はい、まあでもね、やっぱりビジネスはビジネスでやってますよ ね、大きいところは。はい、なので要するにね、先ほど言うように、それ要するに顧客の人気ないものを全部削除しちゃうということなんですよ。だからスピのね、スピ系の教えでは、心の上渇きをその満たすことが全く不可能なのはなぜかというと、スピの本質っていうのはビジネスだったからなんですよ。ビジネスだからです。それは本来宗教が、その本来宗教が持っていたものを薄めた偽物だからなんですよ。だから宗教的な心の栄養が、ビジネスの性格が入ってきちゃって、ひどく薄められているために皆さんの魂の要求に応えることができなくなるということなんです。できなくなる。だからビジネスっていうのはあくまで商品を売ることを目指していて、もう、ね、そういう目的があって、その隣人隣人愛を持って救うことではないということなんですよ、ね、救うことではないということです。そう、高田さんね、結局のところスピリチュアル系も軸、そうそう、政治系も、はい、弱者のね、詰め込んでするんでしょうね。はいはいはい、まあ全てではないですけど、全てはないんですけれども、まあ要注意は必要ですね。要注意、要注意です。はい、ね、なのでそのね、スピの方法論というのがあって、そのいろんな、ね、方法があると思うんですけど、その方法論というのは、スピっていうのはね、よくね、偽装をするんですよ。偽装をします。例えばよくね、スピの著者がよく聖書を引用してですね、自分はキリスト教と合致していることを伝えていますよというふうに言ったりするんですけれども、例えば、教会が忘れてしまった本来のイエスを私は語っています、ね、本当のキリストの教えは教会から失われており、それを持っているのはむしろ私である、ね、これ日本の総括じゃなくて、もう一つね、幸福の科学だ。幸福の科学がよく言ってます、これ。この、ね、ボスが。僕、ね、イエスをこう乗り移って、イエスのこうだ、ああだ、こうだって言ってますね、これね。ね。そのね、スピは多くの書物においてね、そのね、結構ね、キリスト教批判はしないんですよ。ね。キリスト批判はしません。むしろですね、その欧米のクリスチャンに向けて書いているものも非常に多いですから、自分の主張とキリスト教は全く一致していますよというのをアピールするんですね。そしてより大きなマーケット、より大きなマーケットを増やそうとします。ね、でもこれは全て偽装っていうスピの方法論なんです。聖書にはですね、これも私もよくいろんな方に会って、いろんなエクソシズムをしているとよくわかるんですけれども、聖書では、悪霊ね、悪い例ですよ、悪霊も光の天使に偽装するというふうにちゃんと書いてあります。
スピの書物の内容を比較宗教学にこう検討すればですよ、その新観念ね、その神を見るその観念をはっきりしてるんですね。聖書の新観念ではありえないわけです。例えば、それらの神は、それはヒンズー教仏教が語っているブラフマンとか無、何もないの無であって、アミニズムなど文脈で言われるのは日本のアミニズムですから自然なんですよね。で、聖書が語るその三位一体の神というのは全く違う存在なんですよ。聖書は創造主をして、創造主にして救済者である神を語るもので、ブラフマンとか無、宇宙、自然、こう全く異なっているわけです。で、いわゆるこれを全く超越しているのが、いわゆる本当の神様ということなんですね。だからこういったところで重大な偽装があるんですよ。偽装をしているわけです。偽装だから、神が作ったものを皆さんを神と思っているだけなんです。わかりました。だから本物の神っていうのがいて、もう神というのは唯一一人しかいないので、その神が作った、いわゆる神の秘蔵物、作られたもの、秘蔵物にあたるものを、あたかも聖書の神であるかのように、スピのその著者は言うわけですよ。これですよって、神が作った、ここにあるもので、ここにあるものを、これは本当の神ですよというふうに言ってるわけです。これ言ってるわけです。これで、こうした書物とかこういう知識をね、こういうスピ系に触れていくと、だんだん本当の神からね、微妙にその心理的な力学によって引き離されていくんですよ。ちょっとずつ引き離されていきます。少なくとも被造物を神と勘違いすることにおいては、例えば聖書からすると、ね、重大な偶像礼拝なんです。これは偶像礼拝です。だから大変なんですよ。これは偶像礼拝なんです。こういうとこを本当にね、よく分かっていないとダメなんですよ。だからスピが語る神というのは神ではないです。神ではありません、ね、神ではありません、ね、神じゃないですから。で、操作主義としてのスピというのもあるんですね。スピリチュアルの根底にあるのは操作主義なんですよ。操作主義。もうこんな時間だ、すごい47、ね、操作主義って分かります？自分の現実を操作するための考え方とか技術を教えているのがスピです。全てその目的のために展開されています。今やってらっしゃるスピっていうのも全部思い返してください。素晴らしい理想の恋人が現れるために、金運があってお金が舞い込んでくるために、事故に遭わないために、仕事を大成功に導くために、これ自分の現実と何らかの思考技術によって操作コントロールをしようとするところにスピの本質があります。だから思考を現実化するの、この理念を使いながらこれを行おうとしているわけです、私たちっていうのはね。だから運勢とか御利益、守護霊、これもよくついて語られているんですが、この根本にあるのは現実を自分の思い通りに操作したいという人間の欲望にアクセスすることなんですよ。現実を思い通りに操作するというのは魔術そのものです。リエさん、宇宙という言葉でごまかされていると感じる、素晴らしい、そういうことですね、そういうことですよ。宇宙意識、これ何ですか、これ宇宙意識、ね、これ宇宙意識何これ、見てきました、会ってきました、これ、ね、皆さん知ってますこれ、何か皆さん知ってます、宇宙意識と言われているものは何かっていうの、これ多分聞いたらびっくりしますよ、これ皆さんね。なぜ神と言わないんですか、そこに、ね、なぜ神と言わないかということなんですよ、ね、そう、魔術なんです。だからね、非常にやばいね、あれです。あと10分になっちゃいましたね。はい、じゃあ10分あと10分なので、ちょっともう最後締めにしたいと思いますね。じゃあ今までだらだらと言ってきましたが、じゃあ基本的にちょっとね、ズバッと最後はズバッと言いますね。これもちろん信じる信じないかは皆さん次第ですから、別に僕にとってどうでもいいです。どうでも構いません、ここは。どうでも構わない。でも僕の見てきた事実とか現実は今からお話しするものです。言いますね。スピ系で言われている天使、守護霊、守護神とかありますよね。ね。
スピの世界ではこういったものっていうのはね、霊的なものっていうのは何かというと悪霊です。悪霊です。で、皆さんスピリチュアルというもの自体はいわゆるニューエイジ思想と言われているものです。だからスピリチュアルに入っている人っていうのはニューエイジ思想になっているということなんですよ。自分たちが素晴らしいものを信仰している、いいものを信仰している、いい、ね、宗教と今までの既成の宗教とは違うんだ、これは新しい本当の現実のものだというふうに思っているかもしれませんが、これは悪霊です。悪霊なんですよ皆さん、これ悪霊なんですよ。今と思ってる方、それかそんなわけねえだろうと怒ってる方、もしかしたらいらっしゃるかもしれません、ね、僕はどうでもいいですそこは。でもここ、ね、皆さん信じようと信じまいが、その悪霊と悪魔は別にどうでもいいです。皆さんが信じない方が都合がいいんです。信じなくてずっとやってくれた方があいつらにとってめちゃくちゃ都合いいです。ずっと詐欺に引っかかってくれるようなもんですから、カモですよカモ、ね、言いますね。だからね、スピード言われてる天使悪魔、あ、天使とか守護霊、何でも先祖霊でも何でも背後にある霊で何でもそう、ね、たまにねこのスピードの世界ではその天使の声を私は聞くことができるという人がいるじゃないですか、ね、そういう人は、まあ、スピリチュアルカウンセラーとか預言者メッセンジャーというふうに名乗っているかもしれませんが、ね、こういう人の1時間のお告げを聞くためにこういう人に対してお金を払ってきているわけじゃないですか。で、そう天使守護霊、そうです、ね、で1時間聞くだけでね、こういう人にお金を払っている人はいないですか皆さん。お告げを聞くばかりか、その後いろんなことを要求されちゃう、だんだん疲れてきている人はいない皆さん、ね、もうやめたいけどずっと関わってきたし今更断りを、ね、その立てないと、で今までずっとたくさんの時間も使ったしお金も使ったし、なんか恐ろしいこと言われるし、私から離れるとあなた人生生き、ね、破綻するよとか、ね、私の言うこと聞きなさい、あなたはあの人と別れないと大変なことになるよ、あの人と離れなさい、あの人のあなたはとにかくもうベラ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 、もうどうでもいいことを言うんですけど、はっきり言います、はっきり言います。こういう人たちがなんか守護霊がなんかいろんな声を聞くと言いますが、これ残念ながら天使でもなく守護霊でもなく、ね、守護神でもなく全部悪霊です。はい、以上悪霊です本当もうこれしかないですよ皆さん、悪霊です。あのね、で天使って、いや私はねちゃんと天使の話を聞くんですよというやついるじゃないですか、ね、あのね、天使というのは定義はね神に使わされたものなんですよ。だから神が天使にメッセージと役割を与えて人に使わすわけですね。つまりあくまでも神が天使の派遣者なんですよ、派遣する人なんですよ、主権者なんです、主権者なんです。ということは天使だけが神から独立してあなた自身になんだかんだあの人とあるあるこうだよこうだよあるあるこうやらないといけない、ああやらないといけないっていうことは、言うことはまずありえないということなんですよ。絶対にないです、絶対にありません。私エクソシズムして天国もね一回幻見てきました。でも天使の声を悪霊のようにエクソシズムすると悪霊とよく話するんですよ、よく話するの友達みたいに話してるんだけどね、怒ったりめちゃくちゃこう暴言を吐いたりするんですけれども、ね、あいつらは簡単に出てきてグググーって人を脅かしたり喋るんですけれども、天使はね人をここ伝ってないないです。一度だけです、一度、本当に今まで一度だけ天使にね、そうそうそう、あの 悪霊の声、あと皆さん占い当たる占いというかあるじゃないですか、まあ、占いは趣味としてやるの、まあ、僕自身はダメですけど、ただまあ趣味程度はやるいいかもしれないんですが、本当はダメなんだけれども、占いでよく当たる占い師いるじゃないですか。これって皆さん占いが皆さんの未来を見てきたと思います。悪霊って未来見れないんですよ。これ何かというと、ね、例えば占いが出ました、その結果が出ました、タロットでも何でも結果が出ました、その悪霊をですね相談者の
例えばこういう結果が出て、あなたは1週間後に事故遭いますよって言いますよね。事故遭いますよって言いますよね。でその悪霊がね、その占いの霊というのは悪霊がいるので、その悪霊がね、その依頼者につくんですよ。で1週間後に事故を起こすように持っていくんですよ。つまりこの占いに依存するように持っていくんですよ。この占いが当たるというふうにまたお金払うでしょ。ここだから占い師がね、よく当たる占い師で幸せなね、幸せな生活とか過去未来、何、幸せな生活を、お金をあるかもしれない、でも本当に心の渇きをこう満たすような生活が本当にしてるような人っていうのは誰一人よと言いません。テレビに出てる有名な人でも誰も言いません。皆さん分かってるはずです、ね、分かってるはずですこれ。だからね 100% ないんです。皆さんね悪霊にお金払ってるだけなんですよこれは。だからね絶対ないんです。天使が神を無視して、神とは無関係に自分の勝手なことを言って、結果的にそれをすると結果的に神を冒涜していることになるんですよ。そういうことをするっていうのは、全て神に逆らう悪霊以外にありません、ね、悪霊があなたを神から引き離すために行っているだけなんですこれは、ね、だからここをよく意識しておかないと本当に騙されますよ。アメリカの、天使ドリームバーチュンという天使タロットみたいなことを書いたドリームバーチュンという有名な方がいるんですけれども、その人では、ね、天使をいろんな天使を読んでっていうのがあって、その方すごく長年すごい莫大な財産を築いたんですけれども、この天使が全て悪霊というのを築いて、もう今までの本とか全部それをもう一切そういうカードを作るとやめて、だからドリームバーチュンというのを見てみてください。一回調べてみますよ。ドリュームバーチュン天使とかっていうのを打ったら出てくると思うんですけど、その人が、キリスト教に改宗したんですね。なぜかというと、自分が今まで天使と思っていたのが全て悪霊だということにやっと気づいたからなんですね。こういうことなんですよ。だから全てその天使が神のことをね、例えばイエス・キリストのこととかそういうのを主として語らないのであれば、その天使は悪霊です。だからね、悪霊っていうのはね、とても偽装するのが上手なんですよ。自分は光の天使様ですというね、優しい雰囲気を醸し出すし、聖なる光、癒しの愛という甘ったるイメージをやたらと好んで皆さんに語りかけます。全て嘘です。全て嘘です。完全な虚偽です。天使であれば神の言葉を語ります。ここすごいね。その人のオラクルカード持ってます。そうオラクルカード出してる。そのドリームバーチュンのね、オラクルカードを持ってる方もね、そのドリームバーチュンのね、調べてみてくださいね。今まで自分がそのカードを作ったのは、あれは天使ではなくて悪霊でしたっていうのをちゃんと告白してますから、はい、調べてみてください。すぐ出てきます。で、天使なら神の言葉を語ります。そして神の言葉っていうのはどこに書かれてあるかなんですよ。神はね、わざわざ喋ってはこないんですよ。私たちに、もうすでに目の前にあるんですよ。聖書ですよ。聖書に全部書いてあるんですよ。で、私もね、聖書なんてまやかしでしょってずっと思ってましたよ。でもね、僕は本当ね、聖書を読む、ちゃんと読んで理解して聖書のことを分かってくると、いやー、今までの自分は本当バカだなと思いますね。ね、バカだなと思いますよ。だからね、天使の言葉とか神の言葉っていうのはね、皆さん必要ないです。必要ない。だって聖書を読めば全部書いてあるんだから、そこに全部書いてある、ね、で本当に理解し始めると、たまに見せてくれますよ、幻っていう感じでね、天国を見せてくれたりとか、その天使を、天使をね、たまにちょっとこう見せてくれたりとかね、というのはあります。で、ただそれが悪霊なのか、本当に本当の神様のものなのかっていうのを、これを見極めるためにも必ず聖書を読んでいただきたい。これは皆さんにイエス・キリストとかキリスト教に入ってくださいと言ってるわけではない、教会に行ってくださいと言ってるわけではない、
本当の神様の言葉が書いてある聖書をぜひ読んでみてください。それがそれを照らし合わせると、照らし合わせると今のスピ系とどんだけ違うものになるかっていうのが分かるんですよね。で、僕は聖書に書いてあることを従うように、従うっていうか、本当に僕もエクソシズムをしてから本当に神様がいるっていうのを確信したんですよ。だから今までは本当になんちゃってクリスチャンだって、聖書は読みました、あ、いい言葉だねみたいなのがあったんですけど、旧約新約ですね、はい、旧約新約一緒になってるのがありますので、ぜひそれをね読んでいただいてね、まあ、前回もお話ししたように、聞くドラマ聖書というアプリもありますからね、それを聞きながらね、やっていただいたらいいかと思いますね。だから本当の神の言葉を聞きたいのであれば聖書を見ればいいんですよ。全部書いてありますよ、ね、聖書に箴言なんて書いてあるのは、どうやって生きれば素晴らしい人生を歩めるのかっていうのは書いてありますよ、ね、書いてあります、ね、箴言というところを読めば、いわゆる現代の哲学書みたいに人生はどうやって生きるべきかとか全部書いてあります、そこにね。意外と、まあ、それは旧約に書いてあるんですけど、意外とそれを知らない人もやっぱりいらっしゃいますよね。だから、その守護霊とかっていうのも、守護霊っていうのはね、カソリックの守護天使から来てるんですよ。あれ全部いわゆるカソリックのあれからパクってるんですよ、守護霊っていうのは。でね、その霊でね、そのいい霊悪い霊っていうのをね、あ、いや、これいい霊だ悪い霊だって言うじゃないですか皆さん、ね、これ人間がそのスピっていう、基本的にその霊に対してのもう失礼でね、このねスピっていうのは人間が基準になってるんですよ。つまり人間にいい影響を与えるとこれはいい霊で、悪い影響を及ぼすのであればこれは悪い霊ですよということになります、ね、そういう意味ではスピっていうのは霊の善悪の度合いによる、その段階的なグラデーションがあるわけなんですよね、だから非常に悪い例もいれば、比較的に悪いがそれほどでもない例もいるということになっちゃうわけね。キツネの例とかいい例とか高級例とかね、でそんなも相対的ないい例もとかいろんなのあるんですけれども、基本的にはこういった人間中心のに例を理解をするっていうのはこれ全く間違っているということです。なぜかというと、例の善悪を決めるのは神であって人間ではないということなんですよ。そうですよね、当たり前じゃないですかこれって、ね、だから神にとってその霊は善か悪かっていうのは、例えば聖書における判断の基準なんですけども、となるとね、スピでいう守護霊は神を基準とすると明らかな悪霊になるっていうのは皆さん分かりますよ ね。だから守護霊を信じる人々っていうのは神ではなく守護霊に言葉の指導を求めていることになってですね、結果的に神の導きを受けることから守護霊によって遠ざけられているということなんですよ。わかります？守護霊を信じちゃうと、守護霊と言っちゃうと本当の神から引き離されるわけです ね。引き離されると、いわゆる守護霊がどんな人間的にいいアドバイスを与えたとしても、それは神、本当の神のアドバイスからはるかに、皆さんね、スピのものってはるかに劣りますよ本当に本当に何て言うんですかね、神、本当の神、唯一の創造主の神を本当に理解して本当に確信すると、本当に近くに感じて全てを整えてくれるっていうのが分かるんですよ。で、その人間的なお願いでこうしたいああしたいという心を起こすっていうこともあんまりなくなりますね。もちろん人間的な欲求、自分が望むことと、神は私たちを作ってるわけですから、私たちを作ってるっていうことは、私たちは必ず意味があるんですよ。で、生きる意味があって必ず役割があるわけなんで、これもスピでよく言われますね。これスピよく言われるんだけど、これね、スピは役割があるんだけれども、その役割は自分の好きなことをが自分の役割ですよというふうに言うじゃないですか、スピっていうのは。でもそうじゃない、本当の神っていうのは自分たちを作る、こう自分たち皆さんにも役割がある、この役割を、ね、必ず最初から整えてくれているので、その役割に沿ったものに道に行くのが一番皆さんにとって幸せなんですよ。これって一番幸福を覚えるんですよね。なので、例えばね、僕はメンタリストとしてやっておりますが、本当にね、
あの超有名なメンタリストになれないわけじゃないですか。 いわば一番でやってきたんだけど、皆さんよくご存知なのは、ね、大悟じゃないですか。皆さんね、大悟なんだけれども、その僕はマネージャーだと思ってるので、その神様が時を用意してくれるので、僕が例えば、いやもっと有名になりたいんです、お願いしますってお願いしても、それが叶わないのであれば、それは叶わないんですよ。なぜかというと、僕にとって、私にとってそれは正しい道ではないからです。だからそこをのめり込むんじゃなくて、ちゃんと自分が持ってる才能で人に役に立てる、自分が得意なこと、自分がこうやって簡単に、皆さんもあるじゃないですか、僕にできなくて皆さんができて、皆さん、あの自分がね、本当の神様に何の役割を与えられたっていうのをね、ちょっと思い出していただきたいんですけど、まあ、その基準指標というのは何かというと、なんかこれをやってると得意っていうのがないですか。昔から得意なとこ絶対あると思うんですよ。例えば僕は絵を描くのがそんなに上手じゃないです、ね、全然絵は下手なんですけど、きっとこれを聞いている皆さんの中で絵がめちゃくちゃ上手い人がいるんですよ。これって才能なんですよ。いわゆる才能ね、才能とか昔からやって人が苦労するようなものを、いやこれ結構簡単だよね、できちゃうよねっていうようなことは絶対皆さんどこかあるんですよ。何か一つあるんですよ。ここをぜひね、思い出していただきたい。もしそれが自分と今やってることが違うのであれば、きっと不幸せなはずです。不幸せっていう言葉は悪いですけど、なんかこう満たされない、魂が満たされない気持ちになってるはずです。ということは、よくご自身が何が得意だったのか、何が好きだったのか、ね、何が好きっていうか何が得意だったかですね、何をやったら人よりも簡単にできちゃったという才能があるかというところをしっかり、ね、ちょっと考えていただいたら、ね、いいかなと思うんですよね。わかります、ビジネスをやろうとするしまいますが、奉仕をしていると勝手にお金が入ってくる。そうまさにそういう、まさにそういうことなんですよ。本当にね、もうそう本当にその何言葉の用語なんだっけ、近道をしたければ遠回りですよ、なんだっけ、忘れた、はい、まあわかりますね、皆さんね。なんかそういう皆さんが持っている、必ず持ってるいい部分、得意な部分、必ず皆さん何か一つは絶対あるんですね。絶対あるので、それを思い返していただくと、それが神様に与えられたもんですから、ね、与えられたもんですから、それをぜひ活用していただいたらいいと思います。そしてね、ぜひね、唯一の神をその信頼して、イエス・キリストっていうの本当にいますからね。イエス・キリストをね、急がばもあれすいません、ありがとうございます、急がばもあれ、そう、イエス・キリストっていうのは本当にいますから、彼を信じて確信をすると、皆さんね、もう本当スピ系とかに頼らないという、まあ、悪魔とか悪霊にね、力を貸してくださいという、そんな感じでね、皆さん意識してないでしょうけれども、そうやってなってますから、意識しなくてもいい、ね、関係ないです。もう悪霊とか関係ない、もう確信をしてれば必ず必要なものは全て与えられます。そして何よりもスピ系では味わえない心の渇き、心の渇きが満たされて、本当の幸福感っていうのを得ることができます。本当の幸福感を得ると、本当に人間ってどんな現状でもですよ、どんな現状でも幸せを感じますよ。はい、ということで、まあ今日はですね、あのスピリチュアル大丈夫で、このそのスピリチュアル大丈夫というテーマでね、お送りさせていただきましたけれどもね、まあ最後はちょっと皆さんぜひね、才能、自分が何を持っていたのかというのを思い返していただいて、でぜひ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 ですよ、まあ、僕のライブは心理学の話もしますし、心理術のお話しますけれども、こういった聖書に基づいたとかね、そういった話も、どんどんしていきますので、ぜひこれからもね、ぜひ聞いていただいたらいいかなと思いますね。はい、でぜひね、スピリチュアルでお金を使うぐらいなら、ぜひ何かね、自分のご家族にお金を使うなりね、子供に使うなり、
旦那に使うなり妻に使うなり人に喜んでもらえるようなね、お金にお金の使い方をねしてください、ね、だから悪霊ほもう悪霊ですから皆さん、もうスピード全部悪霊ですから、もうやめていただいてね、しょうもないお金を悪霊に払わず自分たちのため、自分の投資のため、ね、周りの人の幸せのために誰かのプレゼントも買ってあげたらいいじゃないですか、ね、それで喜んでもらえるのが何よりだと思いますよこれってね、はい、なので、はい、ぜひ、まあ、今日も1時間、ね、ちょっとあの皆様お時間いただきありがとうございました、はい、またあの次回何かね、こういろんなテーマでねお話できたら、聖書の話とかね、霊的な話とかもそうだし、心理術や心理学の話もね、またできればいいかなと思います。はい、皆さん今日は1時間ありがとうございました。はい、皆さんでは、良い週末を良い週末まだあるか、はい、では皆さん、はい、ではあ、またあの今度月末あれやりますからね、東京で、メンタリズムバーやりますから、ぜひ皆さん時間を作っていただいて来てください。でもそんなに入れないんですよ、1回10人ですから2日間で60名しか入れないんでね、はい、なので、はい、最後まとめ、スピリチュアルで騙されないでください。皆さんお金は全部悪霊に払ってますからね、はい、皆さんの周りに誰かにプレゼント、家族のためにお金を使ってくださいということで、これからスピ系はね、騙されずにね、否定はしませんけども騙されないでくださいね。はい、では皆さんありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。はい、失礼します。